忘れやけどさ、もうでっかくなるでしょ。そうするとそういうのが怖い。今回のお寺なんだけど最長のお寺に変わってしまったということなんです。ささらししないというのがありまして、竹ぼうきの音がささらささらということで、秋にね、神様で国境にね。お茶もありますのでね。お茶も持ってますか？大丈夫ですか？はい、大丈夫。おまんじゅうです。おばちゃんもどうぞ準備してください。あ、お茶。皆さんどうでしたか、はい、肩甲骨周りそして骨盤周りをきましたね。ぜひ暑い時期は帽子もねかぶって対策をしながらウォーキングを楽しんでいただきたいなというふうに思いますので、これからもウォーキングなどのイベントでお会いできることを楽しみにしています。今日はね本当にありがとうございました。年川さんありがとうございました。では今日はいいことをたくさん教えていただいたと思います。的にはですから、ここに写真が、あ、そうなんですか。こういうイメージ。あ、そうですか。よかった。向こうに村が。